どうも皆さんこんにちは、ヒデです。アンジュです。キャットクエスト続きやります。はいはい。キャテンブラボ、ビビリ猫はオビジョンネス、じゃんけんポン。はい、いきます。じゃんけんチャンピオンじゃんけんチャンピオンなんだね。ね、私はじゃんけんで負けたことないんだぞ。ね、すごい笑ってるよ。はいはい、勝負の場、勝負の場、じゃんけんに、じゃんけん勝負の場があるの。ああ、うん、何を出すの、選ぶの。じゃあ勝負。はい、じゃんけんポン。何、グーチョキパー。あ、グーチョキパー、そういうことね。いいよ、選ぶ。私こういうのね、チョキ出しがち。チョキね、はい。あ、やった勝ったー。本気を出す。じゃんけんポン。次ヒデ。俺はじゃあグーですかね。OK。はい。これ多分何やっても勝つかもしれない。なんだ弱すぎだ。説得力ないよ。パーいきますか。はい、あ弱いな。弱すぎ。もうやめたよ。投げやり。ブラボーマス。あ。これだけ。ブラボーマスク。どうなるんだろう。ブラボーマスクない。あ、あった。あ、体力プラス25。すごいじゃん。ただね、魔法が下がる。そうだね。悩むとこだな。やっぱ帽子にしとこう。そう、16ですから、15。もう行ったんだっけ。行ってない、ハテナついてる。行きます。はい。ああ、また空箱。だからは石板を与えるわ。どんなの出るんですかね。ね、おい、びっくりした、いきなりかい。お、しかもなんか、お、お宝、ね、お宝のためね、結構食らってる。あ、死んで。強い。あ、もう一回戦えんのかなこれ。体力やばい。うわ。うわ。コンコンちゃんが。当てて。マナが。すごい。マナが足りない。めっちゃ。あ、危ねえ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 、よし、おお、怖い怖い、頑張って、危ねえ、火の玉やめて、あ、生き返ってお願いだから、生き返った。来た。
張って頑張って。あ、マナが足りない。マナ足りない。頑張って。マナ結構敵が強い。よっしゃ、勝った。はー、強い。やったー。ではいただきましょう。ブラボースブラボースやつ。ブラボー、体力アップ。ってなるとこのお洋服が変わっちゃうか。ブラボーどうなん。あぶねあぶね。いた。え、ごめん、あ、やばかった。寝ればよかったね。確かに申し訳ない。とりあえず寝ましょう。ありがたい。これまずいわ。戦おうとしない。あ、よいしょ。あぶねー。ふぅ。あとどこだ。え、ブラボースーツ着ようかな。ブラボースーツ着る、はい。ちょっと見ていい？どうぞ。今これでしょ。回復力 10%。 回復力って何なの。バカね。ねえ、ブラボースーツの方がいい気がすんだよね。ブラボースーツ一気に結構ひどいなんかあれ、これはブラボーマスクは。ブラボーはだってもう作っちゃったらこれもうこれ猫になっちゃうよ。それやめとく。強くなるんだっけね、うん、なんかダッサいけダッサいワンちゃん。あそこ今がここで、ここ入れないんだっけ。見てないかもね。見てないかな。あ、大岩さん、私レベル14、いけそうだね。いいんじゃない。どんどん行っとこう。うん、あ、お宝箱。あるね。こいつは捨て身なんだよ。あ、浮いてるやつは食らわないのか。でもさ、それお金取れないよね、そこ。ねえ、あ、ずっと出てんのこれ。うん、チクチク。出っ放し。あれ？お、やっつけた。あ、早っ。早い。おお、あ、やった。しかもレベルも上がる。はい。おもろしのペース。装備してるね。あ、してんのか。うん。ヒデが？そう。あ、すごい、捨て身でいったね。あ、怖っ。ごめん。これまず調べて。なんが忍び、なんて読むの。なん、どう取れた。クリティカル率 10%、 ただ攻撃力が下がる。全体的に、うん、あ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 、俺猫のベスト着てんの。あ、青魔導士やっぱ違うんじゃない。違うね。もう強くなるんだけど、ブラボースーツ脱がなきゃいけなくなったブラボースーツ気に入ってんのに。そう、ブラボー、いや、どうせ体力少ないからもう魔法にガーって振っちゃったのがいいのかな。
早々にブラボー脱ぐね。はい、こっち行きますよ。あ、あ、帰れたってことだ。あ、すごいサクサク進んでね。あ、外した。キャラ違うの見ちゃうね、うん、どっちも青いよね。強くなってんのかな。強くなってんじゃない。ここは来たんだね。うん、上の方は強いんだろうな多分。あ、こ手玉の人普通か。寝て、うん、寝て。毛玉の洞窟は入れなかったんだっけ。確かそうだね、入れない。入れないんだ。ちょいレベルを上げたい。チビニャン。これ18だっけ。あ、そっか。19。上行ってみる。うん。あそこは？うん。なんか新しい敵が。うわ、20。あ、あ、これ強いね。やばいでしょ。うわ。30だって。逃げろ。ビカビカしてるよ。ここは？ヒタル草原。これやっぱレベル高いな。あ、どこ行けばいいの。あ、キャットの工房行ってちょっと強化しよう。ああ、確かに。ヘッドカットじゃありません。美味しくなっちゃう。あ、ブラボースーツじゃなくて、うん、強化すれば。あ、戻し、うん、しちゃおうかな。うん、しちゃっていいよ。いいかな、すべき。帽子薄いから2ぐらいじゃん。いいよ、やって2くらい。はい、お金結構いっぱいあるからね。ね、160円。強くなったかな。ちょっとずつね、強くなってない。これは報酬を払う。あ、やろう。めっちゃ目立つからね。包まれちゃった。ホテル設計図を取り返してくれないかしら。はいはい、マジで話を聞く。こっち。絶対この猫ちゃん、キットキャット好きだよね。確かに。あ、止まる。はい。ブブ。ブブ。見たことないんだ。そこは見たことよ、ニャイニャーじゃないんだね。忙しい、忙しい。よし。やだ、ごめんね。怖くないよ。謎の声聞く？あ、あ、逃げた。逃げたぞ。あいつだ。あいつ。行けー。よし。めっちゃ怪しい。犬ハッカーをばらまいて。
お、あ、悪いやつだこいつは。あ、強そうな、変なドラゴンみたいなの出すぞ。なんで犬ハッカーでドラゴンが来るの。お、いいんじゃない。うわ、2戦目ありそう。ちょっと寝る。大丈夫。あ、寝る。どこにあったっけ。ここだね、マナを回復。 OK。 はい。いかにも戦う。本当だよ。ここにはないと言ってるだろ。確保してもらおう。なんだ、はい、お、危ない。あ、なんで、いきなりかい。どうしたべ。見逃してくれ。また逃げたな。あ、なんか落としたね。どうした。にゃんにゃん、何書いてるかばっかりん。にゃんにゃん。どうやら取り返した。暗号かしら、わかんねえんだ。おう、あれ、どっちが青魔導士来てんだっけ。アンジュが青魔導士。こいつ唯一にやたら強いんだよ。唯一あの子が一番なんか倒してる感じ。時間ダメージ入るよね。こうじゃないとダメージが入らん。もう一回とかいけないかな。あ、ほんとだね。一回でここ。18、今いくつ。18、まさに。いっちゃいますか。いっちゃおうか。グッドマーニー。魔導士はここ。あ、キャットフェイスもいる。出てくる。はい、声たち。はい、さっさかさっさか。ケタマの洞窟いつ行けんだろう。行きたい。魔導士めっちゃ悪者に見えるよね。見える。ヒットからね、どういうふうにやろうと。アホ乱暴ですね。にゃおにゃおが。うん。はい、はい。じゃあ洞窟行きます。はい。レベル20だったぞ、うん、大丈夫なのか。出ていく。あ、よし。さささささささ。あれ、あ、うわ、うわ、160も食らう。強い。ごめん。ご臨終ですか。ご臨終した。うわ、あ、俺もやばい。ナイトンオン。あー、手に入れた。帰る帰る。帰る帰る。ここはちょっと怖いよ。はっ、あ、アンジュか。そう、なんかやっぱ猫見ちゃうんだよね。強い。よいしょ。
入った。すごい激しい解読だね。うん。解読完了。癒しの杖。テストクリア。レベル19。またね。とりあえず。お。キットキャットに見せた方がいいかな。もう子供の洞窟解放されてたね。あ、本当だ。行く？行っとく？うん。12じゃ余裕でしょ。危ない危ない危ない。おい、ガンガン行くね、君。ガンガン行くね。いや、だってこのコウモリだって。よし。おお、やった。うーん、すごい。いい毛玉の。いけ。あぶっ。強いやつだ。うわっ、うわっ、ちょっとこっち呼び寄せた方がいいな。そこへ。うわっ、なんだ、めっちゃいるんだけど。あ、マナが足りない。これレベルなんとかよ。よし。あー、よかった。結構強い。接戦だった。数多いとやばいよ。レンジャーのギャップ。ほほ、回避距離アップ。これある程度なとこでさ、自分の好きな防具とかはレベルアップしてった方がいいのかな。ね、とことこ変えていくよ。よしよし。お気に入りを見つけて。ああ、ちょっと寝よう。あ、はい。キットキャットのとこ行っといた方がいいのかな。ああ、確かに。中入っちゃった。うん、攻防だから、強化だからあんま関係ないのか。関係ないね。そうだね。よし、出まーす。はい、それでは時間がちょうどいいので、続きはまた次回にしたいと思います。はい、よかったらまた見に来てください。ほいじゃ、またねー。バイバイ。